アルゼンチン連合は、アルゼンチン共和国、リオデラプラタ連合州と共に、アルゼンチン憲法第35条で定められた、アルゼンチン共和国の正式名称のうちの一つである。アルゼンチン諸州は1835年から1852年までの間、国際関係においてこの用語を使っていた。リオデラプラタ連合州の領域は1835年以降、 フアンマヌエルデロサスがブエノスアイレスと国外での権威を掌握していたとき、一つの連合であるかのように事実上行動し、アルゼンチン連合の名前は1835年から1852年までの国家憲法が存在しないまま、諸習間の条約に連邦国家の基礎を置いたかのように理解される時期を言及するために使われた。連合の全時期において、 連合衆は事実上内戦状態にあり、現在のアルゼンチン領域内にて、東方国に追放された、統一党の政治亡命者、チリ、ボリビアと、統一派が権力を回復するための高級的な、戦争が発生した。この時代は、東方共和国にて、両国の統一派と連邦派の間で戦われた、いわゆる、大戦争と、 北から統一派軍を支援されることを妨げるための小規模な戦争、いわゆる対ペルーボリビア連合戦争を行った。アルゼンチン連合は、サンタフェ州、エントレリオス州、コリエンテス州、トゥクマン州、サルタ州、フフ,フイ州、サンティアゴデルエステロ州、カタマルカ州、コルドバ州、ラリオハ州、3、フワン州、3、ルイス州、 面倒殺衆からなる諸州の自治により合致した。1852年から1861年までのアルゼンチン連合とブエノスアイレス国の領域、カセーロスの戦いの後、1853年から1861年までアルゼンチン連合の名前は、その時代の間には分離国、いわゆるブエノスアイレス国となっていたブエノスアイレスを除いた。 アルゼンチン諸州の形式的な国家の名前として採用された。オリジナルのアルゼンチン憲法の序文と条文にいて、アルゼンチン連合の表現が使用された。しかし、ブエノスアイレス州が連合に再統合され、1860年に憲法改正が実現されると、それらの記載はアルゼンチン国に変更された。ありがとうございます。